ウエストサイドハイウェイはニューヨーク州道9号線のうちマンハッタン72丁目からハドソン川沿いにマンハッタン南部を走る高速道路である。公式名称はジョーディ・マジオハイウェイである。この高速道路は現在はほとんどの区間で地上を走っているが元はウエストサイド高架ハイウェイであった。ウエストサイド効果ハイウェイは1929年から1951年の 間に建設されたが、メンテナンス不足により1973年に閉鎖され、1989年に解体された。ウエストサイドハイウェイという呼び名は、特に交通情報を伝える報道機関によって、よく間違って用いられるが、この道路の72丁目より、北は正式には、ヘンリー・ハドソン・パークウェイという名称である。現在のハイウェイは2001年に完成したが、 アメリカ同時多発テロ事件によるダメージが残っているために部分的に再建が必要となっている。この道路はウエストサイド高架ハイウェイが建設される前から存在した地上の通りウエストストリート11番街及び12番街を高速道路に改築して利用している。現存する12番街は129丁目から138丁目のリバーサイド ドライブ高架橋の下を走る短い区間のみである。EN、ジャネット・エシャルマによるロードサイドシュライン、ツーアートこの高速道路は6から8車線の都市用通りである。最北の区間の59丁目から72丁目までは今もアムトラックによって使用されている線路に隣接する以前の車両基地の上に高架化されている。トラックとバスは地上道路のみを走行することが許されている。 アーモリー以上の野外インスタレーションでアメリカ人アーティスト EN ジャネット・エシャルマンは彼女の彫刻ロードサイドシュライン2をウエストサイドハイウェイのピア90と88の仮面に設置したビニールコートされたポリエチレンメッシュの塩水は夜中にイルミネーションとして輝き訪問者が手を挙げてタクシーを止めるたびに風にはためいていたウエストサイドハイウェイが建設される以前 ハドソン川沿いの道路はドック及びフェリーに向かって、道を横切る車でとてもごった返していた。22丁目では、ほとんどの交通が11番街沿いを鍛え、向かっていたが、11番街に沿って、ニューヨークセントラル鉄道のウエストサイド線も走っており、電車と車の衝突による事故が多発していたため、デスアーベニューとして、茂渡っていた。1920年代に、 ウエストサイドに高速道路を建設する様々な提案がなされた。マンハッタン区長 EN、ジュリウス・ミラーはいずれかの提案を直ちに実行に移すべきだとし、最終的に EN、ウエストサイドエレベーテッドハイウェイの計画を推して、この道路には彼の名前が付けられた。建設は1929年に始まり、キャナルストリートから西72丁目までに、 区間は1937年に完成し、ブルックリンイコールバッテリートンネルまで南方への拡張は1951年に完成した。地上道路であるにもかかわらず、多くの同一平面のインターセクションと信号機を持ち、インターセクションのいくつかには出口番号が与えられている。ありがとうございます。